久しぶりに会おうなんて、懐かしい頼りが届く、変わらない無邪気な言葉が嬉しかったよ、懐かしい頼りが届く、だけど乗り込んだ電車の窓から見上げた青空は。はじめまして、しほりと言います。3月に15歳になって、4月に高校入学しました。はい、ぜひ聞いていってください。みんな多分ゆいを知っていると思うんですけど、ゆいさんのラファーウェイを歌います。聞いてください。凛のステージをお届けします。というメッセージをいただいております。それではお待たせをいたしました、万葉助のステージをお楽しみください。報われるから気づかない。
聴いてください。パワーエログラフィティ。君みたいに心の中がごちゃごちゃし始めた。それはとてもとても太陽が眩しい、そんな一日。たまには雨が降ったりもして、僕らの日ございました。谷山健太のポップスタイルでした。ありがとうございました。はい、素敵なステージを届けてくれた谷山健太のウィズポップスタイルのお二人に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。本日12時からお届けしてまいりました、こちらのライブステージ、これにてお開きとなります。出演者をもう一度紹介をさせてください。2番手に登場してくれたしほりさん、ステージの上どうぞ。拍手でお迎えください。3番手に出演してくださいましたアパオさん、4番手リンさん、5番手マイヨウスケさん、そして6番手締めていただきました谷川健太郎 with ポップスタイルです。宮ヶ瀬商店街主催、企画運営サウンドクルーズ鮮度、それからミュージシャン派遣オンザストリートレーベルで、こちらのステージお届けしてまいりました。オンザストリートレーベルですけれども、今年創設10周年をおかげさまで迎えました。今後ともこのような地域に根ざした活動を続けてまいります。皆様のご支援ご協力よろしくお願いいたします。それでは、この後もお土産食べ物や、引き続き営業しておりますので、最後までお買い物楽しんでいってください。ライブステージこちらにて お開きになります。司会担当1番手トップバッター私と浜坂秀則、トレイン浜坂でした。どうもありがとうございました。